障害学習サポート兵庫です。この度は素晴らしい賞をどうもありがとうございました。うちの団体はですね、この無人島学校以外にもたくさんの授業をやってまして、子どもや親子の遊びや体験をテーマにやってます。えっ、ー、と、コロナ禍でですね、もうほとんどの授業が中止になりまして、私たちの大体のまあ経済的な打撃もたくさん受けたんですが、それ以上に私たちのやってたことが不要不急だったのかっていう、そういう、あの、 心の落ち込みがすごく大きかったんですけど、まあ、今回のショーはですねそういった私たちに勇気と活力をいただいたような気がします本当にありがとうございました私たちのやってる思いをですね少しだけちょっと紹介させていたなと思います生きる力を身につける無人島学校ということで考えていますで私たちのやってることは子どもたちに本当にこれから必要な力は何かで それは自分でできるかできないかではなくて自分で決めることができるのかっていう、まあ、自立っていう概念から考えていることです。自分で考え決めるために価値観をどう育むのかさまざまな教育プログラムを私たち企画してきて気づいたところがあります。楽しいプログラムを考えれば考えるほど子どもたちは受け身になります。何もない場所何も提供しないプログラムだからこそできることがあってたどり着いたのが無人島でした。 魚も貝も自分たちで取って食べるそして一緒に暮らした鶏も食べるか食べないかを自分たちで決めるだからいろんな生き物の命と自分の命に真剣に向き合うようになります魚が取ると取れると、ま、周りの子がみんな喜んでくれてありがとうって言いますありがとうって言われた子はすごく、えー、自分の中で居場所ができて生き生きし始めますでも魚が取れない子はどうしたら人にありがとうって言ってもらえるのかすごく考えるようになります これって私たちの社会でも必要な力だと思ってます。だから魚が取れない子ほど成長していきます。ホームシックは普段のキャンプとは違って自分でそのホームシックの問題を解決しようと自分で浜辺に座って乗り越えていきます。本当に感動的なホームシックです。これからの私たちの課題は無人島に行かなくても必ずできることがある。それは、 環境の作り方であったり、関わり方であったり、見守り方なんじゃないかなと思って、さまざまな事業に私たちはここで得たことを取り組んでいきたいなと思っています。本当にこの度の受賞、どうもありがとうございました。